せーの、フォニッシュ。はい、すいません。そっくりメイクシリーズ第2弾。僕が芸大生ということもあり、はい、絵がね、めっちゃうまいんですよ、はい、顔にも絵を描けるんじゃないか、そっくりさんになれるんじゃないかっていうね。そうですね、笑っちゃいましたっていう企画を前やったんですよ、この方に。もうめちゃくちゃ大成功しました。はい、すいません。概要欄に貼ってありますので、ぜひぜひそのひろゆきバージョンもちょっと見てください。それとあとは画像ですよね。今回は僕が自分の顔にメイクしていこうかなと思うんですけど、はい、今回僕がなる有名人はですね、朝倉未来さんです。ブレイキングダウンとか、あの格闘家として有名なあの朝倉未来さんに、僕がね、今回なっていこうかなと思います。それではやっていきます。道って言ったフォニッシュ。はい、ということで、まず最初はですね、こちら、下地ですね。これでもうマジで完全に俺の顔を消します。一回、朝倉未来さん唇がね、特徴的なんで唇の色を消していきます。そしたら、こちらですね、これ見えるかな、ファンデーション、ファンデーションをね、ちょっと顔に塗りたくってメイクをするためのキャンバス作っていきたいと思います。朝倉未来さんもね、めちゃくちゃ肌が綺麗な方なので、このあの何もない感じを出していきます。あの陶器みたいな顔してるか、作り物みたいな顔してるよな、朝倉未来さんって。それをね、表現するために顔の凹凸をね、ニキビとかを消していきます。もうこれ完全にやばい、メイク系 YouTuber になっちゃってる。やばい、俺一人だったらメイク系 YouTuber になっちゃうわ。これ2回目なんですよ、これ。しかも100均よ。もう似てね。朝倉未来さんのヘアスタイルっていうのは顎を出すヘアスタイルなんですけど、その顎もね、顎じゃねえや、おでこでした。おでこもちゃんとファンデーションをね、塗りたくっていきましょう。下地は完成しましたね。これキャンバ、白いキャンバス完成しましたので。一人で盛り上がったっしょ。うん、いや、めっちゃ楽しい。俺これ一人でやるかもしれない。こっからが一番楽しいところ。芸大受験の時にやった石膏デッサンの時もそうだったんですけど、光を使って影で形を追っていくって感じになるんですね、うん、影を描くことによって顔が似てくるっていうのもあるので、100均で買いました。このアイシャドウ、ノーズシャドウ的なやつを影の色として使って、陰影を使ってちょっと顔に似せていきたいと思います、朝倉さんの。で、まず最初に朝倉未来さんの顔で一番特徴的だと思うのがこの鼻ですね。この三角形の鼻なんですね。ちょっとこれをちょっと再現していきたいですね。この100均のこれダイソーのやつなんですけど、ダイソー結構有能だね。有能っすね、これ。 Do you know ダイソー有能？お前有能で Do you you say？ どういうこと？鼻の形がですね、めちゃくちゃ下平らなんですよ。で、僕が結構鼻丸いんで、ここをちょっと崩していきたいですね。なので、まずはこの辺かな。この段階でもうあの三角形みたいになってきましたので、溝が朝倉さんはちょっとね、特徴的じゃないかなと思います。まあこのほうれい線からの鼻のライン、ここが結構直線的になってますので、俺だんだん朝倉未来の鼻で、おお、鼻だけでこんななんだ。ぶっすぶっさいくやの、お前ぶっさいくじゃね。さあ、下地まではね、若干かっこいい、かっこよかった。いや、マジ。いや、かっこよかったよ。お前、それ朝倉さんに対して、お前じゃん。お前、あんまよくないそれ。まあ、おむすびバーみたいな顔してないから、フォーマット。まあ、いいでしょう。これで、あの、口を描いていきます。朝倉未来さん最大の特徴。うん、このあの、唇が最大の特徴なんですね。そうですね。唇、このね。なんて表現する？うわ。なんて表現する？この唇を。筋肉マンの唇。結構くっきりしてるという唇なので、そこから見くる耳がさ、こうなってるけど、うん、お前こうなんだよ、倒れてんだよ。耳は無理。ファニーズ。あそこ、それいい、いい感じだよ。そんなことやばい、来てる、ただ来てる。ああ、じゃあワックスつけていこうか。ショールバックに近いセンター分けみたいな感じだった。そうだね。じゃあセットしていこうかな。まず上に上げます。上はオールバック組で、これだんだんこっちに流していきます。あれですね、お前も。お、来た、降臨してる今。来てる。でも身長めっちゃ低いこいつ。お、弱そう。メイウェザー弱い。ミスターメイウェザーが
あなたが YouTube 撮ってる間に私は練習をしていると言ってます。ひぐるさん、僕、天心さんの方が痛かったです。お前と俺、試合決定でいきますよ。うん、おおおー、カイさん、カイさんじゃねーわ。おい、あご引き、あご引き、やばいやばいやばい、あご引き、おやばい、来た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 、頬骨のこの角度がえぐい、これえぐい、これえぐい、これえぐい、あ、こ顔に似てね。皆さんごきげんよう。うわ、やばい、カイと寝てた。そう、おお、でそことそこ試合決定で、おお、本物だ。お前サーティワイスクールみたいな頭じゃん。中村もいる。まあ朝倉未来になっちゃいました。まあ結構朝倉に似たんじゃ、あ、朝倉結構朝倉未来さんに顔似せれたんじゃないかなと思います。アドバイスとかあったらぜひぜひコメント欄でちょっと教えていただきたいなってのと、もうこの顔が似ててめちゃくちゃ面白いと思った方はね、ぜひ高評価コメント、ぜひチャンネル登録ね、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイリーッシュ。皆さんごきげんよう。え、朝倉未来さん。あ、いや、ここ僕ちょっとですけど。皆さんごきげんよう。ね、撮れないの？どこ映してんの？どこ映してんの？ミクルさん、鼻毛出てます。